コリッチ舞台芸術チャンネル大入り、コリッチ舞台芸術アワード2023結果発表スペシャル、ということで MC の梶本大樹です。真野一也です。よろしくお願いします。今日はこの2人でお送りしたいと思います。はい、明けましておめでとうございます。小野くん、はい、じゃあちょっと新年ね、はい、初めて会うということで、今年の抱負難度をちょっと聞いてみようかなと思いますが、はいはい、年明けの放送で梶本さんと永田さんの抱負がちょっとご健康、僕は、はい、生きるっていう、はい、抱負を話して、じゃあもう大事なことになります。はいはい、真野くんは何ですか。僕はそうですね、なんか内面的なことなんですけど、はい、もうやりたいことに正直に生きる一年にしようかなと思って。あ、いいね。そうですね、なんかこうちょっと24歳で年明けて、うんうん、ちょっとどうしようかなみたいな悩みも年内ちょっとあったんですけど、うん、そうなの。でもなんか結局やりたいことに突っ走っていくのがなんか一番いいのかなっていうふうに思って、あ、そうか、はい、ちょっとそれで今年生きていこうかなと思います。悩みがあったら聞くからね。大丈夫大丈夫、そういうことじゃなくて、前向きに、はい、前向きにね、こうやりたいことに、ね、突っ走っていこうということで、はいはい、ということで今日はこの2人でですね、コリッチ舞台芸術アワードの2023の結果をね、はい、どしどしと発表して、1位をね、皆さんにお伝えしようという配信でございますので、よろしくお願いします。それでは、はい、CM の後、いよいよアワード2023の結果発表です。ここでお知らせです。コリッチ舞台芸術チャンネルでは公演の PR 動画を募集しております。これから公演を控えている皆さん、このチャンネルで CM を流してみませんか。動画に関する詳細、投稿方法は動画の説明欄からご確認ください。はい、皆さんの PR 動画どしどしお待ちしております。ということで、いよいよコリッチ舞台芸術アワード2023結果発表を参りたいと思います。はい、ということで、はい、今回で17回目となりますコリッチユーザーの投票で決まるこのアワード、はい、前回はアガリスクエンターテインメント社員賞が第1位に輝きました。ありがとうございます。僕も出てました。はい、ありがとうございます。はい、今回はどちらの作品が選ばれるのでしょうか。はい、まあ、前回はね、この結果発表やりながら僕もね、出演者として一緒に喜びをかみしめましたんで、はい、ということでね、はい、もう早速どしどしとね、結果を発表していきたいと思います。はい、コリッチ舞台芸術に登録された6000を超える公演の中からユーザーの皆さんが投票して最多ポイントを獲得したのは一体どの作品なんでしょうか、ということで、第1位に輝くと豪華賞品が贈られます。はい、そうなんです。第1位に輝いた公演を主催または企画制作した団体には、はい、賞金20万円を贈呈いたします。ありがとうございます。はい、そしてまだございます、はい、まだコリッチ舞台芸術のトップページに、うん、次回公演のバナー表示券もプレゼントいたします。これはいい、これはいい、もう宣伝効果抜群ですよね、うん、ね、これはね、まだございます。まだあるの。はい、うん、そして、はい、コリッチ舞台芸術アワード2023第1位を記念したバナーのプレゼントもございます。はい、はい、もう大盤振る舞いでございます。はい、ということでお待たせいたしました。結果発表ね、順位の発表をしていきたいと思います。まずは10位から6位の発表です。真野くんお願いします。はい、発表させていただきます。まず第10位、2作品ございます。藤原玉江プロデュース、幸せの形、一撃屋 W/E、 こちらの読みは Wii でよろしいですかね。はい、第9位、むしらせ、つやつやのやつとファンファンファンファーレ再演。第8位、劇団チョコレートケーキ、ブラウン管より愛を込めて、宇宙人と異邦人。第6位、こちらも2作品ございます。ジャクロ闇の将軍4部作、アガリスクエンターテインメント令和5年の配当例でした。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はいはい、10位から6位まで発表しましたが、はい、僕はね、むしらせとチョコレートケーキと、はい、アガリスクエンターテインメントの作品を実際劇場で拝見しました。はい、はい、というか、はい、
もうなんかここで出ていいのかっていう団体がもう軒並みここで出てますし、ジャクローさんね、ジャクローさんはもうあの4部作、はい、すごい話題になりましたよね、はい、主演の狩野さんにも大入りで来ていただきましたし、そうですよね、はい、アガリスクエンターテインメント、はい、前回のね、覇者、はい、もう6位で出てますけど、はい、この令和5年の配当例もね、とても面白く拝見しました。はい、はい、じゃあもうどしどし行っちゃいましょうか。そうですね、次のランキングにね、はい、はい、では上位見ていきましょう。まどくんお願いします。はい、第4位、こちらも2作品、ヌエテキ天使の群像、ナイスストーカー、ロリコン父さん。第3位、トラッシュマスターズ、チョークで描く夢。第2位、イアク、モモンバのくくり罠でした。はい、おめでとうございます。はいはい、はい、真野くん、この中で何か見た作品とかありますか。はい、4位、ヌエテキ天使の群像を見させていただきまして、はいはい、こちら150分で休憩なしの作品だったんですけど、でももう気づいたらもう終わってて、グッと引き込むようながっつり見たっていう感じの作品でした。なるほど、はい、第4位にね、ランクインということで、はい、第2位はイアックさんですね、はい、2021のアワード覇者ということで、うん、で2位なんだと、はい、僕ね、はい、イアックさん行くんじゃないかなって実は思ってました。はい、だけど2位かと思って、僕ね、例年結構当たってた、ね、そうです。ちょっとここで予想がね外れました。はい、ということで、はい、残すはいよいよ第1位の発表です。はい、はい、行きましょうか。はい、ね、行っちゃいますよ。皆さん心の準備は大丈夫ですか。僕がまだ準備できてないかもしれない、いやでも行きましょう。行きましょう。はい、ということで第1位を発表したいと思います。はい、2023年日本で上演された6000を超える作品の中から選ばれた栄えある第1位は、ドラムロールしましょう。ドラロロ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 ロ来ました。あやめ18番さんです。ということで、はい、本日はですね、はい、そのあやめ18番の皆さんとオンラインでつながっておりますので、はい、受賞のね感想を聞いていきたいと思います。あやめ18番の皆さん、受賞おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お越しいただきまして、画面オンライン上ですが、よろしくお願いします。ということで、はい、受賞の、ね、感想なんぞを聞いていきたいんですが、まずはちょっと軽く皆さんに見てくださってる皆さんに自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。はい、私があやめ18番代表、脚本演出を務めました堀越亮です。はい、お願いします。はい、あやめ18番の、金子優香です。今作では 6A かくちばの、荒川くちばという役を演じました。はい、はい、あやめ18番で、今作では音楽監督、宣伝ビルズを務めました吉田隆です。よろしくお願いします。お願いします。あやめ18番の中野亜美です。今作では、内役を務めさせていただきました。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕も拝見させていただきまして、ありがとうございます。もうとっても素敵でした。もうはい、やっぱこれが1位だよなと思いましたよ。あれ。はい、ということで、まあもう本当にね、6000を超える公演の中から、ね、見てくださった方の投票での1位ですから、もうね、すごいことなんですけれども、今の率直なですね、感想をどなたでも皆さんでもいいので、ちょっとお聞かせ願えますか。いや、多分みんなそうだと思うんですけど、すごくびっくりしてます。なんかそんな感じになると思ってなかったって、まあもちろん今までそのまあ一昨年、昨年と、ベスト5以内に入ってたのかな、はい、というような形だったので、まあもし上位のに行けたらありがたいことだなと思ってたんですけど、本当にグランプリっていうところまでは想像してなかったので、
まあ、びっくりが一番最初に来ましたね。その後で嬉しい感じになりましたけど、みんな多分そういう感じじゃないかなと思いますけど、どうですか？いや、あやめ18番あるあるで、賞レース2位取りがちっていう。やー、取る。そうなんですよ、どうもう2位取ろうっていう気持ちはもうなくなってたんですよね、正直。まあ、今回もいいとこまでいけたらいいな、ぐらって、おグランプリなんだみたいなね、ほんとそんな感じでしたよね。なるほど。あれですか、中野さんはもう確信をしていたといういや。でもすそうごい、なん本当に嬉しかった。びっくりもですけど、私もとにかく、知らせを聞いた時からもう一人でめちゃくちゃテンション上がっちゃって、もう今日眠れないかもってなりました。はい、ということで、この受賞したね、作品、ちょっと、どんな作品だったかっていうのをね、簡単にでもいいので、教えていただけますか？はい、6映画クチバという作品でして、まあ、ちょっとへんてこりんな名前は、あやめ18番の作品は、長編はいつもあやめの品種から名前を取ってまして、本当にあるクチバというあやめの品種の名前から取りました。内容なんですけれども、大正から昭和に移り変わっていく時の活動写真の世界を描きまして、いわゆる、まあ、昔の映画っていうのはサイレント映画だったんで、欧米ではサイレント映画をそのままな流してお客さんが見ていたんですけれども、まあ、日本はちょっと落語とかの話芸が昔からこう根付いてましたもんで、このサイレント映画を説明した方が面白いんじゃないかということで、活動写真弁士という方々が職業として生まれてきて、その方々が、まあ、活動写真全盛の時代を、まあ、過ごしたわけなんですけれども、今の映画のように、いわゆるトーキー映画っていうのは技術の進歩で出てきて、少しずつ衰退していってしまうっていう、その活動写真弁士たちの栄枯盛衰というか、まあ、その後どうなるのかというような内容を描きました。はい、もうね、僕見に行って、まずやっぱ「あやめ18番」といえば、なんていうか、やっぱセットも、なんていうか、もう入った瞬間にこう、わあ、いいなっていう感じがするし、ありがとうございね、ます。吉田さんがね、率いる生演奏も素敵だし、あと僕はもう、こんなね、みんな、もう不特定多数の人が見ている、聞いている前で言うのすごく恥ずかしいんですが、金子さんの大ファンなんです。いやもう本当大ファンで、もう金子さんのね、語りがね、もう本当にもう浴びるように、もう摂取できてね、もう僕は本当に幸せな、公演だったんですけど、もう僕のただの感想を言う時間になっちゃってますけれども。なぜこの2人が同じ画面に映ってるかというと、説明があれですけど、ここは夫婦でやっておりまして、ご存じないかと、ええ、秀樹さん知ってると思いますけど、一応奇妙だなと思われた方は、夫婦で劇団をやってるっていう形なのもうで、ね、一それ緒に。ははい、すいません、ごめんなさい、説明を遅れました。匂わせとかじゃないですもんね、匂こわれ。せとかではない大体よ、匂わせとしては。ちゃんとした 皆さんにちゃんとお言っ伝てます。えして。はい、じゃあ、皆さんに、じゃあね、この受賞して、もうすごい素敵な作品だったわけですけれども、作ってる時になんか、苦労したこと、なんかあったらね、皆さんに聞きたいな、もうここだから言える堀越さんへの文句でも何でもいいんで、い聞かせやいや、ていこたこだでけもたいいらでなしょ。と思いますけど、どうですか？じゃあ堀越さんからいきますか。はい。そうじゃない？いやー、でもこれはいわゆる史実をもとに作ったので、まあ、オリジナル部分も当然あるんですけれども、まあ、史実に齟齬があってはいけないということで、いわゆる、まあ、現役の活動写真弁士の方で、片岡一郎さんという方がいらっしゃって、この方がすごくこの活動写真の、日本の活動写真の歴史にすごく詳しくて、活動写真弁士という、弁士、士っていうのは歴史の士に変えた本を書いてらっしゃって、すごく知識がおありの方がいらっしゃって、その方の著書を読みながら、まあ、作品をこういろいろ、もちろんオリジナル部分を作りながらこうやってやっていったんですけど、やっぱりその嘘があっては失礼なので、活動写真弁士の方今もいらっしゃるし、そのファンの方もいらっしゃるっていう、その一つの芸術に対して失礼のないようにタッチしなきゃいけないなっていうのが、まあ、脚本段階での苦労はありましたね。
そうだね、同時代にあった他の事件も絡んでるからね。そうそう、いろんな事件をこう絡ませたので、みんなで時代、まあ僕一人で時代交渉してて、あれちょっとこれ、時代交渉もしかして合わないかもしれないって言って、吉田くんだよね。ああ、図書館行って、関連資料あさって。行ってもらって、史実と間違いないのか調べたりとか、そういうようなことも、本当にやってたりとかはしましたね。それが脚本段階での、まあ一番苦労でした。公演中にその活動写真弁士の皆さんが SNS ですごく盛り上がってるのが見て取れて、ね、そうなんですよね。活動写真弁士の方どなたでも来ていただきたいっていうようなことをその片岡さんの方にお願いをして、で片岡さんの方から、まあ、近しい方々さまざまな、もちろんもう活動写真の活動写真弁士の中のスターの方たちが、もう本当にトップクラスの方たちが、こぞって見に来ていただいて、まあ、感想を X なりで、こう、つぶやいていただいたっていうことが、まあ、公演が盛り上がった大きな要素の一つだと思ってるので、本当は頭上がらないです、本当に片岡さんには。じゃあ、金子さん、どうですか？作ってる時、なんか、ご苦労されたことはありますか？私はやはり最初の語りが、まあ、私の語りで、私一人の語りで物語が20分くらい進んでいくというシーンがやはり一番大変ではあったんですが、説明を。そうですね、活動写真と、まあ、全く同じような形で、活動写真は本来その無声映画に、弁士の方が一人で善悪を演じて声を当てていくという形なんですが、今回はまあ演劇なので、その無声映画のシーンを、俳優のみんながこう無声で演じてくれて、それに対して善悪に対して私がまあ声を当てていくというようなシーンが20分くらい冒頭だったんですけれども、まあ、やはりそれが一番苦労はしました。でもどういった苦労か、一番苦労した点で言うと、やっぱり声優さんとも違いますし、本当に演技をするというか、俳優と同じように演技をするでも違うんですね、その弁士の方のお芝居というのは。かといってじゃあ舞台でやるっていう時に、どこまでその弁士の方と同じことをするのか、どうすればエンターテインメントよりエンターテインメント統制があるのか、ただ見に来てくださる弁士の方にこれはちょっと違うよというふうになんて思ってしまわれてもあれだし、そのさじ加減ですかね、一番難しかったかと思います。はい、もうでも完璧でした。本当に。ファンが言うお前が言うなっていう話ですよね。はい、本当の弁士の方とは違う、ちょっと違う形で演じさせていただいたんですけれども、うん、弁士の皆さんにも、あまり怒られることはなかった。いやー、ご理解いただいて、すごくなんというか、懐の広い皆さんで、ありがとうございます。今、いわゆる、活動写真弁士の中でも、はい、昔からやってらっしゃる沢戸みどりさんっていう、まあ、女流弁士の方が今おそらくまあトップの方なんですけども、その沢戸みどりさんからもよかったっていうことをつぶやいていただいた時は本当にすごいな。それを見た時は泣きましたね。あれは苦労が報われました。はい、なるほど、ありがとうございます。じゃあ吉田さんどうですか？いや、音楽で言うと、まあ、割といつも通りっちゃいつも通りなんですけど、第28番って基本生演奏で、それは曲だけじゃなくて効果音も全部生なんですよ。だから毎回一つや二つは、いやこの音どうやって出すんじゃんみたいなのがあるんですけど、今回はドアの鍵をガチャって開け閉めする音をどうやろうかって言ってて、まあ身の回りのものいろいろあれしたんですけど、これマイクスタンドにマイク二つつける金具なんですよ。でこれミニドライバーセットで、これをこうでこうやってでやるのを、僕じゃなくてバイオリンの中条ひな子さんにごめんこれやってって言って渡したで、ひな子さんが死ぬほど練習するっていう、だからまあ楽隊のみんなに苦労かけたっていう話ですかね。いやーすごいな。いやもう本当にね、全部の音をね、もう生で出してるっていうのは僕らも分かってて、それが楽しみで毎度行くわけですけど、最初はやっぱこう気になって、あすげえ、あの音どうやって出してんだろうなって見ちゃうんですけどだ、ね、お芝居見てほしいんだけど、ちょっとこっちも見てそうなんですよ。でも話が進むにつれ、もう本当に違和感なくそれがもう、うん、もうその
世界観にこう、ね、染み渡ってて、もうなんかこうがっつりとこうやっぱりお芝居に集中できるようになるっていうのがもうすごいあのなんか醍醐味だなって思いますね。ありがとうございます。活動写真が今も活動写真は生演奏でやってらっしゃるんですよ。学士の方もね。そうなんです。学士の方もいらっしゃって、そのバイオリンとかピアノの方とかギターの方とかが今も活動写真の弁士の方と一緒に生演奏の方がいるっていう、その相性の良さが今回で、ね、でなんで役もちょっとあの吉田君には演じていただいたんですけど。そうですね、今回久々にちょっと俳優も多めでした、ね。うん、楽しかったではじゃあ中野さんどうですか。お願いします。はい、今回あの大正ロマンと昭和モダンとこうダブルキャストだったんですけれども、はい、その大正ロマンでメインキャスト、いわゆるストーリーに大きく関わってくる登場人物をやっているキャストが、反対の組ではサブキャスト、いわゆるアンサンブル的にいろんな役をやる。で逆に昭和の、メインやる方は、人は大正でサブをやるっていう形で、こう、ダブルキャストだけど、両方違う役で出るっていう形だったんですけれども、こう、同じシーンに違う役で出てたりするので、こう、ミサンス、この立ち位置だったか動線とかを決めたときに、自分の役を演じてしまっているので、じゃあ反対チーム稽古しますってなったときに、自分がもう一個でやる役を、私はここで何をしているのかだったりとか、どのタイミングでどう動かなきゃいけないのかみたいなのが、結構こう、共有というか、をするのが、結構すごく大変で、結構あやめ18番はこう、きっかけとか段取りみたいなのが結構多かったり、細かかったりするんですけど、そもそも自分の役を覚えることも大変だし、それを共有して、共有した上でそれぞれのチーム同じようにこう、しっかりと積み重ねていくっていうのが、結構大変ではありましたね。楽しかったですけど、大変でした。そうか。なんか思わず、自分が、ね、あのメインでやってない時に出てて、メインのセリフ言いそうになったりとかしなかったでも舞台上では大丈夫でしたけど、私は、はい、楽屋の方で、昭和でメインに出てる人に、対象チームの時に、あれ、今ここにいて大丈夫なのって言って、あ、大丈夫だっていう、いたずらは仕掛けました。いたずらかい。そうやってたよね。悪い。怖それって、だってシングルキャストで出てる時でも、もうヒヤッとするやつじゃないですか。でも、そうです。でも私がなんでこれをやったかっていうと、その去年の作品、うつせみっていう作品を去年上演したんですけど、そのうつせみの時に出演していた、まあ、メインキャストでいうところの最年少の男の子に、堀越涼さんが、今ここにいて大丈夫なのって楽屋で言って、ってなるっていうのをやったんですね。それがメイキングに収録されていて、それがめちゃくちゃ面白くて、私もやっちゃいました。そのいたずら大好きなんですよ。心臓に悪いいたずらですね。しかも主催がやるっていう最悪のいたずらをちょっとたまにこのいたずらです。なるほど。これめぐりもって今回初出演の鈴木あやめさんもやってたからね、俺に。そうなんです。よくなるわ。もうそれはじゃあもう伝統なんですね。あやめ18番のね。流行ってる。じゃあ、まあ僕ももしじゃあお世話になるときはじゃあ誰かになろうかと思います。怖い。はい。今の皆さんのお話を受けて、うん、そのこのアワード受賞グランプリも見て、それで興味を持った視聴者の方とかも。うん、いらっしゃると思うんですけど、いますよ。これ DVD もこちらの作品発売されているってお伺いしたんですけれども、あら、はい、こちらについて、はい、昭和モダン、大正ロマンという2バージョンだったんですけれども、2バージョンとも現在 DVD 販売中でございます。またこれはちょっとかなり数が少ないんですが、メイキング動画が、収録された約70分収録されたメイキング DVD も販売中でございますので、もしご興味持っていただけましたら、あやめ18番のツイッターから、ショップサイトに飛ぶことができますので、はい、こちらですね。強い。よろしければぜひぜひ。でもせっかくですからね、本当は何かこれをお祝いして配信
そうみたいなことも少しできればなと思っているんですが、と今初めて私が勝手に言いました相談なしに言いましたでもあれですよね、そのメイキング DVD を見たらもしかしたらあのさっきの心臓に悪いドッキリも見ることができるかも。もしかしたら悪いと。でも、でもなんかあのね、皆さんの知らない凄まじいハプニングが実はいろいろありまして、いろんなハプニングが、それは余すとこなく、もう本当にプレー稽古からあの千秋楽のトリプルスタンディングコールまで全部カメラをみんなで回し続けて1テラバイトぐらい映像があって、そこから厳選した70分詰め見応えあると思います。いやいい、あの吉田君が作ってくれた、はい、僕が編集しました。すごいな、ジーザーです。はい、じゃあまあ、このね受賞でね、まあまあ、バナーの掲載だったりっていうその商品があるわけですけども、まあ一番分かりやすい賞金20万円というね、うん、賞金があるわけなんですけれども、まあね、ちょっといやらしい話なんですけど、うん、使い道どうしますか？正直申し上げて、はい、出演者みんなと、まあ、まあスタッフの方も関係者を呼んで新年会をさせていただきたいと思います。あ、いいんじゃないですか？はい、いいと思いますね、はい、なかなかねそういうのができないご時世が続きましたからね、やっとその、はい、徐々にねできる体制っていうのもできてきたんで、あ、それはいいですね、一番こう、はい、爽やかな使い道な気がしますね、はい、お金の管理とかはもう本当社長業は今金子がやってるので、あ、なるほど、もうどうしますかって聞いたらみんなで新年会をするっていうからなあそうしましょうと、みんなでそうしましょうっていうふうに今なってます。だから何も言ってないので、あ、出演者のみんなに、はい、あ、新年会があるんだって思ってるかもしれませんじゃあちょっと後日日時と場所だけ教えてください。どうぞどうぞ、いらっしゃってください。パーッとやりますからまあそれはさておき、はいはい、もうねこうやって受賞して、まあもう今もの乗りに乗ってる M18 番ですけど、何かこの先の予定などはどうですか、決まってますか？はい、今年なんですけれども、ちょっとまだ細かいことは情報公開前なので、お伝えできないんですが、8月の中旬に、はい、本公演を行います。こちらはですね、堀越の実家である団子屋、お団子屋さんを舞台にしましたお母さんと三姉妹のお話、今までも1作目2作目と実は2作あったんですが、その3作目を新作で上演いたします。なるほど、堀越さんもう今執筆中ですか？デッサンまだ、いや、もう様々な執筆が今立て込んでまして演出であったりとか、まあありがたいことにちょっと忙しくさせていただいてるんで、まだ一文字も書いてはいないです、はい、なるほど。でも、はい、でも 8月ですか？8月ですね、はい、面白くなるといいなと僕が一番思ってると思う、うんうん、大丈夫だと思います。はい、楽しみにしています、はい、あとね、はい、中野さんは、今年からコリッチのこの YouTube チャンネルの新 MC に選ばれまして、はい、もう僕はもう役職を奪われるんじゃないかと先々から仕事しているところなんですけれど、立ちますから受け身ないで、本当演劇サイボーグがね殴り込んできた、はい、今年の1月1日に、はい、早め18番 の、うんうん、劇団員になるという発表をして、その何日後かにコリッチの MC になるという発表が続いてて、で、はい、今回の、まあ、グランプリをいただいたということで、まあ、お祝い続きで、まあ、これからちょっと若いアミちゃんという才能を預かってしまったので、新たにまたブーストして早め18番やっていかなきゃなとは思ってます。はい、ということで、もうね、次回の公演も楽しみにしております。改めまして1位おめでとうございます。ありがとうございました。はい、というわけで、はい、あやめ18番の皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでね、6000を超える演劇作品の中から1位を、ね、取ったのはあやめ18番ということで、改めましておめでとうございました。
ということで今年もね2024年もねたくさん多分演劇作品生まれますんで、はい、楽しみにしつつ、はい、そしてまた来年の ね、この結果発表、はい、アワード発表をね楽しみにしたいと思います。はい、アワードの結果についてはコリッチ舞台芸術内の特設ページで詳細をご覧いただけますので皆様そちらもぜひご確認ください。はい、はい、このねチャンネルでも どしどしと今年もあの演劇作品の魅力をね、はい、伝えていけたらと思いますんで、はい、よろしくお願いします。はい、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、はい、ということでコリッチ舞台芸術アワード2023結果発表スペシャルでした。それでは発表また来年の発表でお会いしましょうさようなら